世界中に160万台という販売実績を誇るフェアレディ Z、 その35周年を記念するモデルが2004年11月アメリカで発表された。そしてその実力を筑波で試す時が来た。バージョン ST より10万5千円高いこのマシンの最大の魅力はエンジン。レブリミットが400回転引き上げられた。専用ホイールを履き、リアはコンマ5ジャイ広がった。というわけでノーマルとバトルしちゃいます。まあほとんど一緒なんですが、プラス400回転のね、アニバーサリー号とどう違うか、その辺ね、まあ、微妙な差かな、わかんないな。まあやってみたいと思います。まあ、細かいところで言うとリアのこうリムハブとかも違うんだけど、この辺がまあ従来とどう差があるかちょっと。さあ、サンラップバトルスタート。最近の Z は年々進化をしているため、現行モデルでも十分いい走りを見せるはず。しかし、スタートダッシュでその差が出たか。スタートはちょっとやられちゃいましたね。もう曲がるね。お、気持ちいいな、7線まで回ると。はっちゃんはスタートの出遅れを取り戻すため微妙にラインを変更。ブレーキングで差を詰めるが、ここからの加速はどうか。なかなかね、やっぱスタートもそうだったんだけど、ピックアップいいのかな、やっぱ。おお、ここで本来は従来は4速まで入ったんだけど、リミッター当たっちゃうからね。だけど3速のまんま引っ張れる。あ、離れてく離れてく離れてく。ここで2台のステアリング操作に注目。オーバーステアを消そうとしているはっちゃんに対し、たくちゃんはビタッと安定。ああ、どうだろう。でもリアの踏ん張りがリム幅がちょっと広がった分だけ、タイヤサイズは一緒だけど落ち着きがあるかもしれない。もう突っ込み、かなりマジになってきたはっちゃん。追いつきたい気持ちがシフト操作にも現れている。あ、やっぱ速いな。つかず離れず好バトルを展開。アニバーサリーもすごいけど、さすがプロ同士、ミスは許されない展開。でもなんかリアの落ち着き感っていうか、どっしり感が。やっちゃった。ホイールでこんなに変わるのかな、タイヤサイズ一緒で。ここでシフトアップしなくていいっていうのが楽だよね。コーナーで稼ごうと思ったらやっぱ無理ですね。多分服部の方はシフトアップしてるか、リミッターに当たってエンジンの伸びがないか、どっちかだと思った。はっちゃんはこの週にベストタイムをマーク。しかしその差は変わらない。旧型の方はどっちかっていうとニュートラルからたまにパワーオーバーが出るんだけど、この35年モデルはリアがドシッとしてて弱アンダー傾向。ラップタイムにしたらコンマ 1-2 の違いなんだろうね。でもこのトラクションがいいよ、本当。蹴っ飛ばしがいいってのリアの。リアをコンマ 5J 広げるとアンダーっぽくなるかと思われたが、 Z の場合ベストマッチ。さらにタクちゃんはファイナルラップにベストタイムを出して逃げる。これではちょっと追いつけない。スペックの差は思った以上にタイム差として現れた。いやー、進化してるぜこれ。35周年記念モデル、リアの リム幅をコンマ5広げたのとエンジンの400回って違うもんだね。進入は変わんないね。変わんないね、うん、そう。俺もバックミラー見ながら走ってて、進入は変わんないんだけど、パーシャルからここで全開かなっていうところが、うん、もうその何十センチか違う、分かんないけど、うん、あのちょっとずつ全部が違う。
でそれをまたさらにエンジンのパワーが引っ張ってくれるっていう。だからエンジンの400回転リアのホイールコンバ 50A の差をもう差が出るっていうのは、逆に言うとまた元の作りがちゃんとしてるのかなっていうのは感じてるんですよね。まあ、多分ね、あの普通の街乗りでこうパッと比べてもそこまで正直出ないと思う、街乗りだと。けどこういう、まあ、サーキットっていうね、こういうフィールドで比べれば、そこの本当のなんですかな、やっぱ例えばフォーミュラ日本でも同じエンジンだって言われても本当そういう部分じゃないですか。もう全くパワーも一緒って言われても、そういう部分がこういいだけでこう前を走れるみたいなね、速く走れるみたいな、本当そういう、もうそうですね、微妙な違いなんだけど、サーキット持ってくるとそれがちゃんとこう現れるんだよね。そこをすごく感じました。